五番マコール。駅からは市街地の裏道を抜けていった。マコール内に入っちまえば、あとは一番と同じ。魔鋼だまりを目指す。羽にドカンとかましてやるぜ。ジェシーとエッジの分まで俺らでやり遂げる。あ。固まってると目立つか。お前らはここに。クラウド。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから。はあ、それでもな。ありがとう。臨時 ID スキャニング中です。どうして？なんだ？臨時 ID スキャニング中です。非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。クラウドはそいつらお願い。任せろ。車両のシステムを使用する。この車両は確認されます。とにかく前の車両に。助かりてえならとっとと行け。クラウド、車両の副システムを起動する。まもなくこの車両は隔離されます。急げよ。つもりだ。そこならきっと安全だから。私は神羅社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配 ID 記者3名の閣僚と共同宣言を。ソルジャー様の言う通りってか。仕方ない。駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプラン E だ。
ディファ、行けるか？大丈夫。ティファ。クラウド。七番街へ急がなくちゃ。あ。エアリス巻き込んじゃうね。分かってくれる。どういう知り合いなの？助けられて、助けて、また助けられてる。ごまかしてない？どうして助けてくれるのかな。うん、あ、いった。行くよ。
っちゃった。ここに住んでるのかな。コルネオが飼ってるのかもな。餌はホヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレート落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でももし本当だったら。え、万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよしでしょ。うん。ティファ、やっぱり下水道とつながってる。どうした？水路をたどっていけば7番街に着けるはず。ああ、6番街と7番街の下水道。